使うことの喜びを。文録チャンネル。どうも、今日はですね、シャープペンシルについてちょっとお話ししたいと思っています。で、今日シャーペン一つ持ってきたんですけど、ゼブラ、まあおそらくね、これがゼブラで一番いいシャーペンだと思うんですけど、まあ僕の中ではね、ゼブラで最高のシャーペンと思ってるやつがあって、それを今日持ってきたんですけど、これね、日本に実は売ってないんですよね。で、それがこれなんですよね。ゼブラの M701。 これがね、海外仕様となってまして、まあ海外で売られているゼブラのシャーペンということになるんですけど、非常にね、書き味がいいし、もうなんかかなり完成されたシャーペンなんですよ。なんで日本で売らないのかなと思ってるんですけど、それぐらいすごくいいシャーペンで、これ売ればね、ゼブラのね、一番いいシャーペンということでね、結構話題になるんじゃないのかなって思うんですけどね。でも海外だけなんですよね。で、僕これ買ってみて不思議に思ったのは、これむっちゃ日本語で書いてあるんですよ。しかもカスタマーセンター日本の電話番号になってるし、こんなこと書いてあったらね、本当にこれ海外で売ってやるものなのかっていうね、そういう疑問が湧くわけですよね。こんな日本語で書いてあるんだったらね、それだったらね、日本で売ってやるんじゃないのかなってね、思ったりするんですけどね。まあ僕これ通販で買ったんで、日本の通販で買ったんで、まあ確かに日本で売ってやるんですけど、海外仕様ってことになってますね。はい。で、まあもちろんメイドインジャパンですよ、これ。日本で作られたシャーペンということになってて、非常に書き味がいいです。まあこれを見せるために今回ね、これつけっぱなしにしてたんですけど、まあもう用が済んだから外そうかな、これは。貴重ですよね、これ。海外仕様なのに、日本のカスタマーセンターの番号が書かれてあるっていう。日本語でね、解説。日本語で、こう、書いてあるっていうのはね、非常に貴重かなというふうに思いますけど。はい、綺麗に撮れましたね。もうすっきりしましたよ。これね、紹介するまでね、あのバーコードはずっとつけておこうと思ってたんで、やっとバーコード外すことができて嬉しいですよ。ああいうバーコードをつけっぱなしにするのはね、僕は好きじゃないんですよね。服にね、値札ついたまま歩いてるような感覚になるんですよ、僕は。だからね、値札は外したいわけですよ。ということでね、バーコードは一刻も早く外したかったんで、やっと外せて気持ちいいですね。まあ今日僕がお話ししたいのはね、シャープペンシルですよね。まあ、あの海外ではこれメカニカルペンシルっていう言いますけど、で、僕が言いたいのはね、これはね、シャープペンシルをシャープペンと言おうじゃないかというお話なんですよ。ペンシルとペンってね、まあ別物じゃないですか。で、これとこれをね、別にするのがね、なんかね、そこがね、煩わしいわけですよ。僕がね、この YouTube チャンネルでね、いろいろペンを紹介してるわけですよ。一語で表したいわけですよ。一語で。一つの単語で表したいわけですよ。で、例えばね、うちのチャンネルで紹介してるのはペンだっていうとね、そうすると、ボールペン、マーキングペン、そして万年筆、これを紹介してることになるわけですよね。そうするとシャープペンシルが入ってないわけですよ。このペンというカテゴリーの中にシャープペンシルは入ってないんですよね。これペンの中にボールペンは入ってるけど、万年筆は入ってるけど、シャープペンシルが入ってない。で、このシャープペンシルっていうのはね、これはね、ペンシルなんですよね。ペンシル、鉛筆が入ってるでしょ。じゃあね、なんか別の言い方ないのかなと思って、そこで僕が考えた別の置き換え言葉がね、
まあ一つはね、文房具、これペンもペンシルも両方含めて文房具じゃないですか。これだったら文房具と一言で言えばペンとペンシル、これ両方を一括で言うことができるわけですよ。これは便利だと思ったわけですよ。ところがね、この文房具っていうとね、手帳とかね、まあノートとかね、ハサミでしょ、なんかここら辺も包含してるんですよね。マスキングテープとかね、あまりにも包含してるものが多すぎる。でね、だいたい文房具系 YouTuber っつったらね、ペンを紹介してる人かノートとか手帳を紹介してる人、それに二分されるわけですよ。でうちは文房具系 YouTuber なんだって言ったらね、それ真っ先にね、なんかこっち側を想像する人いるんですよね。うん、あ、なんかノートとか手帳術とかやってんだ、うーんってね、そっちを想像する人がいるんですよね。うん、でも違うんですよね。僕はそっちの方じゃないんで、うちのチャンネルはねペン寄りのチャンネルなんですよ。だからね、そういうね手帳術系のチャンネルとはね、だいぶカテゴリーが違うわけですよね。その両方が一つのね文房具チャンネルっていうことで、その一括りにされてしまうことに僕は不都合を感じるわけですよ。だいたい手帳系のチャンネル、うちのチャンネル全く知らない人が多いんで、うん、なんかやっぱ世界が違うってことですよね。向こうはこっちのこと知らないってことで、うん、だからね、うん、僕はこの文房具っていう言葉もね、なんか適切じゃないと思ってる。じゃあ他に言い換えないかと思ってもう一つ考えたのがね、この筆記具っていうね、これいいんじゃないと思ったんですよ。筆記具ってね、このペンもペンシルもね両方含めてるんですよね。ペンでもあるしペンシルでもあるわけですよ。これはいいやってなるわけですよね。ペンとペンシル両方入ってる。でしかもね、この筆記具っていうのはね、ハサミとかねノリとかね、なんかその辺を除外してくれるんですよ。だからこの筆記具っていう言い方便利だなと思ったんですよ。でもね、ちょっと筆記具っていう言い方がね、いささか硬いんですよね。これにも一つ問題があるんですよ。書くということは、まあね、この筆記とね、製図ですね。あとはね、描画ですね。まあ、ここ両方含めて僕ね、図画って言ってるんですけど、ペンとかペンシルってね、この図画にも使うわけですよ。そうするとね、この筆記具って言っちゃうと、製図用シャーペンがね、除外されてしまうんですよね。この筆記具の中に製図用シャーペンをね、含めることができなくなってしまうわけですよね。筆記っていうのはね、まあ、文字を書くこと。だから、図を書くのはまた別じゃないですか。そうすると、この筆記具っていう言い方も、あまり適切じゃないってことになるんですよ。だから結局一言で表せないんですよね。そこで僕は考えたんですよ。このね、シャープペンシルをシャープペンと言おうじゃないかというね、それが僕の結論ですね。で、実際ね、このシャープペンって言ってるメーカーがあるんですよ。セーラーとかね、プラチナとかペンテルはシャープペンってね、説明書に書いてありますね。ペンテルでもシャープペンって書いてるわけですよ。ってことはね、これシャープペンシルをね、ペンということにするわけですよ。そうしたら解決じゃないですか。ペンの中にシャープペンということでね、シャープペンシルを含めることができるようになるんで、そうしたらシャープペンも含めてペンを紹介してるって言えるわけですよ。これは便利だということでね。だから僕はね、これからはね、シャープペンシルのことをね、シャープペンって言おうかなってね、そう考えてるんですよ。もうペンにしちゃう。でもね、シャープペンってね、ペンって言ったらね、絶対ね、ツッコミ来ると思うんですよ。シャープペンはペンじゃないですよ、ペンシルですよってね、絶対誰かツッコんでくると思うんですよ。僕もそうツッコみたくなる一人なんで。でもね、セーラーやペンテルやプラチナがね、シャープペンって公式で使ってるんで、だから僕はね、シャープペンシルもね、シャープペンって言っていいんじゃないのかなってね、もうペンにしちゃっていいんじゃないのかなって思ってね、これからは僕はね、もう一言ね、ペンという言葉だけでね、もう全てを表現したいなと、そう思ってるんですよね。なんて便利な言葉だろうと思うんですよ。というわけで、文録チャンネルはね、ペンを紹介するチャンネルです。ということで、はい、今日はね、こんな雑談でした。最後まで雑談付き合ってくれてありがとうございます。
ではまた。